はい、短期決戦です。4月21日8時49分です。土曜競馬の予想をしていきたいと思います。とりあえずね、これサンライズノバ。お、なんか来た、なんか来たぞ。東京9レース、東京10レース、東京11レース、京都9レース、京都10レース、京都11レース、福島9レース、福島10レース、福島11レース、東京、サンライズノバが出て東京11ですか。東京11レース、福島牝馬ステークス、福島11レース、福島牝馬ステークス、 G3 と東京11レース見てみようか。東京11レース、オアシスステークス、14時45分15時10分14時35分新緑と、府中ステークスと、オアシスステークス、4歳オープン、1600ダート、16と、府中は、1600下、2000メートル、12と、新緑ステークス、500万下、2300メートル、8と。これいらないな。あ、でもな、確実なやつも取っていかないといけないからな。あ、いいや。これはいらない。東京9レースはいらない。東京10レース、11レース。オアシスステークス、サンライズノバ。あ、そんなでもないな、サンライズノバ。一番人気だけど、サンライズノバもなんか調子落としてきてんな。まあ塾だけどね。1600ってどうなんだ。あ、どうだろうな、サンライズノバ。なんか走んなくなってんじゃないのこれ。フェブラリーステークス、のんこの夢、なんかもっと調子いいまで行った方がいいかもしれないな。ブライトンロック 6.8 倍、3番サンライズ 2.3 倍、里のファンタジー、あ、里のファンタジーね、10.9 倍。コパノチャーリーね、78.5 倍。ゴールデンパローズ、ドリームキラリー、オールマンリバー、カフェリュージ、ルグランプリソン、カフェリュージン 188.7 倍。これは無理だろ。ルグランプリソン、あり得るね。まあ、3着までだな。里のファンタジー、里のファンタジー1400、里のファンタジーね、里のファンタジー誰この人、
これサンライズノバの単勝でいいや。サンライズノバの単勝500円、3番あサンライズノバ以上速い馬いないよね、これね。サンライズノバでいいや。あと府中ステークス、グリュイエール 3.4 倍、エンジニア 4.0 倍、ウィンテンダネス 18.0 倍、サトノグラン 8.1 倍、サンティール 3.4 倍。なんだっけ、1600万した2000m、これいいんじゃないの。サンティール一番人気、ああ。サトノグラン、エンジニア1600、2000m、グリエール、21でいいんじゃないの。21、生まれ21。いやあれなんだよニコ生はずーっとつなぎっぱなしなんだよ。ふわっちはさっきロト6の配信終わったけど、ロト6の動画作って、今競馬の動画作ってるとこ、22府中ステークス、21か生まれん、で、京都9レース、京都9レース14時25分500万下1200ダート16頭、すげえ難しいね。1200ダートで16頭とか難しすぎねえか。6バラ特別1000万下1600メートル11頭、彦根ステークス15時35分彦根ステークス、1611頭、京都9レース、またそういう名称ひぼたん、名称ひぼたん 8.4 倍、日本ピロハロー日本ピロハロー174倍、エーデルワイス 6.5 倍。あ、こんにちは。オルノス7番、オルノス 9.5 倍、敬愛理解8番、敬愛ケアリ理解ケアリー会 50.3 倍、京和エステル京和 5.6 倍。なんだ、なんでこんなやつが一番人気なんだ。パワフルヒロク、お、いいね。パワフル12番、ラタンドレス、ラタンドレスいいね、ラタンドレスいいね。これ来るか。1216頭。
あ、これいいかもしれない、ラタンドレス。1番人気と2番人気が危ないレースを探します。はい、1番人気、2番人気が危ないレースを探します。はい、パワフルヒヨコ、ラタンドレス、ラタンドレスと、エーデルワイス。あ、これいいね。4-12の生まれ、42オルノス、どうだろうね。名称ヒボタン、日本ピロハロー、3、4、5番人気の単勝を買い渡します。大体、あ、こいつも強いな。2、4、12、生まれ300円か、これ。それダメだよ、鉄板さん。1点であれしないと、生まれ1点で当てないと競馬の必勝法は生まれを1点で当てることだよ。伊崎さんが1点で買うじゃん。あれが競馬の必勝法なんだよ。まあ1点と言わず、まあ3点、うん、3点、6点までなんだけど、競馬の必勝はね、生まれを1点で当てることだよ。京都10レース。寺の場。3.5 倍。これなんだ、1000万した、1600だと11、エルビッシュ、2.8 倍、ワンダープチェック、ワンダー、6.9倍、ピースマインド。ああ、なんかピースマインドって聞いたことあるな。ピースマインド、ああ昔ね、昔良かったんだね。ピースマインド来るかもな。4番人気好きだな、エルビッシュ。エルビッシュ、これ何、1000万したか。1600、なんだこのエルビッシュ。911だな。ああ、これ91011で3連、9011で生まれにするか。91011。これ寺の場、寺の場も来そうだけど、あ、寺の場来そうだな。寺の場来そうだな。4911にするか。4911にするか。3点ぐらいで当てなきゃダメだよ、やっぱ。まあ1点で当てれるなら1点でいいけどね。彦根ステークス、オービレール 5.0 倍、南洋アミーコ 8.4 倍、ハウメア 4.2 倍、ながらフラワー8.2倍、ラブインアンサー7.2倍。なんか穴馬狙ってった方が良さそうだな、これね。アドマイヤナイト 20.6倍、スノーエンジェル
12.9倍、名勝水月、あこれね、でもここら辺南洋アミコ、あ来そうだね、1600じゃちょっと役不足だな、内容は。オーブレール、オーミレール、1600、短距離の馬ばっかだよ。あ、1200じゃん、これ。あれ1200じゃん、あれ、ヒコネステークス1200だぞ。あ、1600万下の 1200m の芝コース、あ、それだとまた違うな。1600万下の、あ、スマートグレース良くない？ほら、スマートグレースいいよ。スマートグレースの副賞、5番の副賞、ヒコネステークス京都11レース、副賞かけるより生まれんで狙っていくかね、これね。ああ1600、4567、456、ルメール来てるからな。4567、これでもやっぱ5の副賞でいいわ。5の副賞200円、300円の100円の500円、これでいくらだ。あと福島だね。福島行きましょう。福島9レース14時15分500万下1816と10レース6、10、11の単勝。ああそういうことか。鉄板牛ジェンティルさん、京都ワンワン R。京都11レース、うん。そこを買っていくと、ああなるほどね。ああなるほどね。なるほどね。その単勝7倍が当たればさ。美味しいよね。単勝7倍当てれればね、あれだよ、元取れるよ。うん、あ福島間に合わねえな。じゃあ福島11レースやって終わりにするか。福島11レース、あーこれ難しそうだよ。15時25分、1800m、サルサ56倍、
ベアマインド、ベアインマインド、レイホーロマンス、川北演歌、あ、川北演歌。も2番人気もかなり危ない京都 11S、 うん、川北演歌、当選ビクトリー、劣化校、電光暗示、これなんだろうな、レイフォーロマンス、川北演歌、川北演歌じゃないのこれ、あ、川北演歌強いよ、あ、川北演歌強い、川北演歌の単勝、あ、当選ビクトリーもいるけどな、川北演歌の単勝 3.4 倍、500円、あ、出しすぎかな、 3.4 倍、川北演歌の単勝、500円、それでいいんじゃないの、たら100、600、900、1200、1400、1900円、あ、いいよ、オッケー、全部かけよう、これ、なんだ、東京10レース、あ、東京10レース府中ステークス、21、生まれん21、ボックス211、7.5 倍、100円セット、危ない、東京11レース、オアシスセックス、サンライズノバ単勝なんだけど、サンライズノバの単勝 1.9 倍、ずいぶんあれだな、サンライズノバ副賞にしとくか、500円、副賞もやだな、じゃあ300円にしとくか、サンライズノバ300円、サンライズノバの単勝300円、京都9レース、京都9レース、生まれんボックス、ボックスボックス、京都9レース、生まれんボックス、2412、2412、2412、あ、いいよ、オッズ表示、おー、いいね、これいい、セット2412、でしょ、京都10レース6原ステークスボックス、4911、展開が向かないと危ない、あー、これ49なんて、あ、まあいいや、
4球、あとはこれ、京都11です。彦根ステークス、単勝、なんだこれ、5番、スマートグレイス、6番人気じゃん。200円、来ないかなこいつ。スマートグレイス、どうする川北園か、ちょっともう一回考える。福島11です。福島11です。3勝川北園か。あ、じゃあ副賞でいいよ。副賞300円、どう？川北園かの副賞で300円ならどうよ。展開向かないと5着ってのがあるからな。 1800m、 ああ副賞だったらいいんじゃない。 先輩300円。川北園から副賞300円。はい、オッケー。1500円かけたんだね。オッケー。終わりだね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。ジェンテルさんのそのサムネは綺麗だね。それ、絵なの？写真なの？はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。